時刻とは決められた時刻に遅れること。世の中、事前に時刻が設定されている場合は、多々ある。例えば授業、試験、面接、企業の従業員の労働などである。また自宅外で人と人が出会うための待ち合わせでも、通常時刻が設定される。ただしこの設定された時刻をどういう性質のものだとみなすかは、国、地域や文化によって、 またまたある国の中でも授業、試験、待ち合わせ、などといった種類によっても、また関係者の立場によっても、判断が異なる。それを以下で説明する。国や文化圏ごとに遅刻に対する考え方は大きく異なる。列車の運行を例にとると、イタリアでは列車が定時に遅れるというのは、15分以上遅れることを指しているのであって、5から10分程度の遅延ならば、 遅れたとはみなされないのである。フランスの TGV も15分以上ずれなければ、遅れとはみなされない。イギリスでは10分以内であれば、遅れとはみなされず、ドイツでは5分以内は、遅れとはみなされない。世界的に見ると、記事内で挙げた国はかなり時間に厳密な方であり、一部の国では、列車が30分や数時間以上遅れたりすることは、珍しくなく、 さらに日付が変わることもある。この他、ヨーロッパの大学の講義では、伝統的に講義は規定の時刻から15分程度遅れるものとされていることが珍しくなく、アカデミッククオーターなどと呼ばれている。アメリカ合衆国でインターネット求人サイトを運営するキャリアビルダー社が2011年に全米7000人の従業員と3000人の雇用者を対象にアンケートを 行い統計を取った結果では、アメリカ人の16%は週に一度以上遅刻し、また27%は月に一度以上遅刻をしているということが明らかになった。遅刻をした、米国人が述べた理由を上位から挙げると次のようになる。ただし、同社が雇用者に対して行った調査では、34%ほどの雇用者が遅刻を理由として、 従業員を解雇したことがあると回答しており、必ずしも雇用者側が従業員の遅刻にオーらかなわけではない。日本人の遅刻に対する考え方は時代とともに変化してきている。かつての日本でも遅刻することは一般的で人々は時間にオーらかであった。例えば明治時代の初期に工業技術を伝えに来日した。 オランダ人技術者たちは、日本人が全く時間を守らないことに呆れ、困り果てたという。それくらい、日本人は時間に大らかで、遅刻にもおおらかであったのである。その後、日本で時計が普及し、定時法などの西洋の時間のシステムが導入されても、人々は相変わらず時間にはおおらかで、工場では遅刻が一般的で、鉄道などでも30分ほどの遅刻は当たり前であった。 そこで産業競争力を高めよう効率を上げようとした大正時代期の日本政府は対策を打ち出し地の記念日を制定するなどして国ぐるみで時間規律の浸透に力を入れたその結果として日本では昭和時代の初期に時間を厳格に守る習慣ができたただし日本でも琉球諸島についてはその他の地域とは異なった 独特の時間感覚がある。将来を決定する入学試験当日などで、交通機関の遅延による遅刻が生じた場合、各事業者の発行する遅延証明書が有効になる場合が多い。ただしこれらは遅延そのものを証明するのが目的であり、それによる各交通機関の責任や遅延証明書の提示により、おののの責任の免除を保証する性質のものではない。 遅刻の主な原因としては次のようなものがある。南アメリカでは、待ち合わせ20から20分程度遅れてくることはごく、一般的で、ほぼ時刻通りに着く人もごく一部いるが、そうした人は、自分以外の人は遅れてくること、遅れてくる人の数の方が多いことを、当たり前と思っており、遅れてくる人を責めたりしない。たまたま他の人より早く着いた人は、のんびりと、友人、 知人を待ちながら、その数十分間、早く着いた者同士で、楽しくおしゃべりを楽しむ文化がある。ブラジルでは約束の時間に多少遅れても許容される文化は、ブラジリアンタイムと呼ばれている。しかし、試験などは厳格に実施されており、公立大学の入学判定、一時試験の代用、私立大学への政府奨励金の支給などに、 影響する全国中等教育学力試験では、校門に警備員等が配置され、帝国を過ぎると試験会場の学校の校門は閉鎖されるため受験できない。海外への出張や旅行などの場合、時差を考慮に入れることを失念すると遅刻を引き起こすことがある。アメリカなどでは州によって数時間の誤差が生じるために、時計を修正することが必要である。また、 渡航地域によっては夏時間による時間のずれも考慮する必要がある。スポーツの試合や対局を行うテーブルゲームなど、相手がいて初めて成立する競技においても遅刻をしないことは原則であるが、遅刻した場合の扱いは競技の種類やテーブルゲームの種類による。国際的なボードゲームであるチェスでは、試合開始の時刻と定められた時刻に、 対局時計の先手側の時計を作動させ始め、持ち時間が減っていくということになる。ルールは試合ごとに様々だが、例えばあらかじめ、それぞれ持ち時間は30分と決められている試合では、先手の人が10分遅刻して到着すれば、先手はすでに10分消費したという扱いになり、残り20分の状態で初手を打ち始めることになる。30分遅刻した段階で、持ち時間、 ゼロとなり、という扱いになる。スポーツの場合は、一定時間の遅刻をすると、放棄試合や失格等の措置が取られ、不先輩となり、ペナルティが課せられることが多い。ロシアの大統領のウラジーミル・プーチンは、首脳会談などで毎回遅刻することで有名である。2016年頃に、ドイツの調査会社が、イギリスのインデペンデント誌の依頼でまとめた。 ウラジミール・プーチンの会談の遅れぶりが一三票によると最も長くプーチンに待たされた首脳はドイツのメルケル首相で2014年に4時間15分の遅刻を記録。2位は僅差でウクライナのビクトル・ヤヌコービッチ前大統領の4時間。3位は同率が3人おり、安倍晋三首相、ユーリア・ティモシェンコ元ウクライナ首相。 ルカシェンコベラルーシ大統領それぞれ3時間だった。安倍首相は2018年も2時間半待たされたことにより、その時点で累計記録でトップに立った可能性もあった。ウラジーミル・プーチンがなぜ遅刻をするかというと、要人をあえて待たせることにより、自身の権威を高める政治的なパワープレイだという指摘も多い。米国大統領のドナルド・トランプも自国を守らない。 ことで知られていたが、ヘルシンキでの首脳会談では、プーチンの方がそのトランプ氏に待ちぼうけを食らわせたことで、プーチン氏はアメリカ大統領を上回ったとビジネスインサイダー氏は表現したといい、遅刻するということは相手に対する、いわゆるマウンティング行為なのだという。ニュースウィーク氏もプーチンが遅刻するのは意図的な行為であり、上等手段であり、それにより会談を 出だしから有利に進めることができると判断しているという。北朝鮮の指導者は、友好国の中国へと専用列車で移動するときに、予定よりもわざと遅れて動いたり、逆に予定よりも早く動くということを繰り返し、事前に公表した予定通りに動くことは意図的に避けている。専用列車のガラスは防弾ガラス仕様になっており暗殺されることを防止しているが、 一説によると、わざと気まぐれに遅刻したり、早く動くことで、線路ごと爆破されて暗殺されることを防いでいるのだという。中国のメディアは2004年のり朝駅、列車爆発事件も、金正日の暗殺を狙った事件だという。息子の金正恩に対しても、西恩を憎む北朝鮮国内の人物によって、 専用列車を爆破する暗殺計画が練られたが未遂に終わったのだという、ありがとうございます。